正面玄関、コレージュド・フランスは、フランス共和国における、学問、教育の頂点に位置する国立の特別、高等教育機関である。数学、物理、自然科学、哲学、社会学、歴史、文献学、考古学、医学、生物学のなど様々な部門を持ち、世界で最も優れた、学術研究機関の一つとされる。パリ国、カルチェラタン。 マルスベルトラン広場にあるパリ人文科学研究大学の加盟機関である講義自体は公開されており一般の人々が受講することができるため形式的には市民大学的なものとなっている試験や学位授与などもない約50の講座があり教授はフランス学士院とコレーズ教授団の推薦により任命される教授に選任されることは フランスの当該領域における最高の権威として位置づけられることを意味する。事実、投校の教授は年間十数回程度の講義以外の義務を負わず、テーマの選定を含め学問上の一切の自由が保証されており、報酬も高額である。1530年にフランス初のルネサンス君主と言われるフランスは一世によって創設されたコレージュロワイヤルに由来する。 スコラ学の画帳であったパリ大学に対し、自由な学問の研究機関として啓蒙的な役割を果たした。設立当時の教授団は、ヘブライ語、古代ギリシア語、ラテン語、数学の教員6人であった。1870年にコレージュとフランスとなった。ありがとうございます。